ははい、えー、どうも吉でですすこれはですねちょっと吉ののメンバーの方にお知らせがあります、はい、ちょっとね違う YouTube のアカウントで R34 マガジンの、えー、アカウントでちょっとアップすることになったんですけれどもまあ先ほどですね R34 の R34 マガジンのチャンネルの方に、えー、まあ2本ぐらいアップしたんですけれども吉谷拓郎のチャンネルがなんかあの えー、YouTube のガイドラインに違反したみたいなねのが来てできないい、まあ、制限がか,かっちゃいましたで、えー、それに関しては全部動画撮って、まあ、アップしてますけどでそのもうなんか削除されちゃったんですけれど一般には見れないんですけれども、まあ、管理者の僕は見れるんでそのどういう動画が今回その違反になったのかっていうあの動画も全部作ってます。 で、えっと、異議申し立てした動画も撮ってます。はい。だか興味ある,かある場合は、えー、R34 マガジンのね、このチャンネルの方をちょっと見ていただければなと思います。おそらくですけれども、まあ、機械が多分判別していると思うんで、あの機械の誤作動かなんかわ分かんないと思う。多分それだとは思うんですね。まあ、その警告が来た動画が、うーん、あの、 Facebook のイベント企画の告知動画。なんで、すよイベント告知動画で他のユーチューバーさんとか、他の人たちも別に、ね、こんなイベントあります、来てくださいみたいな動画作ってるじゃないですか。だから、多分大丈夫だとは思うんですけど、とりあえず、異議申し立てしました。で、えっ、ー、と、まあ、2週間ほどアップロードできないので、吉谷会のちょっと動画の方は、休眠と。<laughs> まあまあ、結構最近ね、アップロードしまくってたので、 まあ相当アップロードしてると思いますので多分大丈夫あの。あとね、あの一応アカウントは停止されてないんで、まあ提出あのアカウントがもしバーンされた場合はまた、あの限定動画のやつとかは、まあ、ちょこちょこ、まあまバックアップは取ってるので、まあ、アップロード他にまたアカウント作ってやればいいかなっていう感じですね。まあ、ちょっと大変ですけど頑張ればいいかなっていう。<laughs> はい、まあ、そんな感じで、とりあえずはちょっと、あの アップロードができなくなっちゃったので2週間ほど休眠、えー、吉谷会の動画2週間休眠は多分なかったと思います今まで、まあ、去年の12月ぐらいから動画作ってますけど2週間1本も、えー、アップロードしなかったっていうのは吉谷会ないと思いますので <laughs> あのー、まあそういう感じで今なってるんではいで一応、H、あの R34 マガジンのチャンネルの方はまだ生きてるので、まあ、そっちの方はちょっとまた 溜まってる動画とかねアップロードしていこうかなと思まああっちは別チャンネルなのでこっちはねはいまあ違った動画アップしていきますけどまあそんな感じの事件というか報告というかありましたのでまあすいませんあの2週間ほど休眠です休眠 <laughs> まあまあまあもう200200 200何本アップしてますし、まあ、全国セミナーの映像も吉谷会のメンバーの方にはですねあの全部シェアしてます今までの。 全国セミナーの。だからまあセミナー映像を見ていて学習していただくのと、まあ過去の動画見ていただいてもいいんですけれども、はい。まあそんな感じです。はい。まあ、2週間ほど休眠させていただきます。はい。皆さんはもう休眠してみたらどうでしょうか <laughs> いや、僕はね、休眠しないですよ。僕は、あの、何があっても、あの、どんな状態になっても続けますからね。<laughs> 動画アップロードしまくりますよ。はい。 何が来ても諦めませんよ。諦めたらそこで試合終了ですからね <laughs>、はい。まあ今後、まあ YouTube 多分僕めちゃめちゃやってるので、まあ今後もこういうことも多分多々あるでしょう。はい、まあいい勉強かなっていう、いい経験かなっていう感じですね。はい、まあ,あ YouTube さんとは仲良くさせていただきたいんですけど、原因が分かんないと改善しようがないので、異議申し立てしました、はい。どこが悪かったのかと。 教えてほしいという内容を送ってます。で、その、それも動画で撮ってますんで、まあ、もしよかったら、R34 マガジンのチャンネルの、えー、最新のアップロードを2本ですね、えー、見ていただければあーいいんじゃないかなと思います。はい、ではですね、えー、2週間休眠になってしまいますけれども、はい、生きてますんで、まあ、インスタグラムの方は写真の方めちゃめちゃアップします。<laughs> まあ、インスタグラム関係ないですけどね。まあ、そんな感じですね。はい。 はいお知らせ動画となりました、えー、よろしくお願いします。